教轄者は、松本清張の短編小説。オール読み物1954年9月号に掲載され、1955年8月に短編集、悪魔に求める女収録の一編として、マス書房より刊行された。当初の題は、教轄者。過去3度テレビドラマ化されている。大雨の中、筑後川の堤防が決壊した。近くの刑務所に服役していた。 お村ら太は危険を感じ出そう、濁流の中に飛び込んだ。泳ぎ着いた一軒の家で、涼太は逃げ遅れた若い女性に出会う。いよいよその家も潰れそうになったため、涼太はその女を抱えて、再び濁流に目を投じる。やっと岸にたどり着いた涼太は、女に人工呼吸を施すが、意識を取り戻した女は、涼太に犯されたと誤解してしまう。それから一年後、り太は、 九州の山奥でダム工事の妊婦となっていたが、新しい工事監督の傍らにいる女性が、あの時の女であることに気づく。1960年8月15日と8月22日、KR テレビ系列のナショナルゴールデンアワー枠、松本成長シリーズ黒い断層の一作として2回に渡り放映。 1962年2月17日と2月24日、テレビ朝日系列の指名手配は国手2回にわたり放映。松本成長スペシャル、恐活者。1997年2月25日、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場は国手放映。大洪水のシーンにおける CG 処理の多様は、当時日本のテレビドラマとして、類例のなかったもの。 視聴率17.0%ありがとうございます。